うるさいなって思うんだけど。そう。これ何なんだろう。これ何なんだろうね。ありがとうございます。ありがとう。なんだろうこれ、猫のやつ。そう、なんか声がさ、こっちまで聞こえてきちゃうからさ、当たりません。当たりがあるの？ん？おお、当たりだ。え、当たりがあると何なの？当たりって何？なんか特別なのやつなの？あおちゃん、あ、たかし、あ、あれ、あ、昨日の夜あおちゃんが乗せてもいいか聞いてくる、聞いてきて律儀にいいよって。おみくじ、うん、おみくじか。あ、昼声の見送り、ああ、隣がひろかだった時にそう呼んでたなって。しかも私のなんかがだったんじゃなくて、特賞だったっけ確かご家族の方にぎやか。え、そうですねあっち向いてホイしてる。うるさい そう、なんかテンション高い受付ありがとう。こちらこそありがとうございました。初めて会う方もいらっしゃったりして、水曜日、土曜日、日曜日全部出演させていただいたんですけど、なんかいっぱい私のうちわだったりとか、あとタオルとか持ってきてくださる方がいて嬉しかったですそう、今日は、今日はじゃない、次は29日です。来週の、はい、大人になる前センター、ありがとうございます。水曜日で順序よろしく、え、順序よろしくだよね、順序よろしくと、であとは日曜日に大人になる前にのセンターをさせていただきました。ありがとうございました。うおー、けど大人になる前にのセンターは私的にはちょっと最悪なくらいの出来栄えだったので、なんかお昼の前座でもう、あ、やばいな、これちょっと下手くそすぎるなと思ってなんか夜はもうちょっとなんか上手にしたいなと思って休憩てか、まあお昼公演とか、お昼公演終わったら割とすぐお出迎えがあるので、まあそれの合間、お出迎え終わったくらいからもずっと歌ってたんですけど、やっぱり、うん、いざ踊りながら
皆さんを見ながらやるとなんか喉が閉まっちゃって全然全然なんか声がうまく出ませんでした。メールでも書いたと思うんですけど、全然配信ができておらず本当申し訳なかったんですけど、今週終わったら今週末ぐらいからなんかできるようになると思います。最近よりかはもっとその まだなくなってないので、その不安要素が。はい、場合によってはまあ多分ないと思うけど、土曜日以降もちょっとお忙してしまう時があるかもしれないんですけどできる時間を見つけながらやりたいと思いますので、はいなんかに帰ってきてやるのが一番私的にはメイクもしてるし髪もやってもらってるしいいかなと思うんですけど、帰って間に合わなかったりする時もあるので、なんか 今から始めても全然できないなとか。はい、今日はお隣が騒がしい賑やかな日、あ、ドア閉まってます。うん、そう、今日始めるか迷ったぐらいうるさかったですチャット撮った、ありがとうございます。あれ今日送ってないよね、チャット。ごめんなさい、すぐ送りますけどあ、違う、この配信終わったら送れない、ごめんなさい、明日は送りますはい、あ、そうだ、ガッタファン1周年記念のあれでオンラインおしゃべり会があるそうなんですけれども、皆さんよかったらよかったらお願いします。初めてのおしゃべり会になります。私は誕生日がまだなので、はい、うん、もうね、だって、え、でもさ、おしゃべり会みたいなもんじゃない、お出迎えとか。お出迎えがもう今はもう当たり前みたいになって、もうさ、当たったらってか、受付してもらってる間は喋り放題じゃないですか。はいだからオフラインおしゃべり会みたいだなと思って、あれいつまでなんでしょうね、わかんないんですけど、前座がいつまでなのかもあんま分かんなくて、そう、ヒントをあげない日もあります。なんか私的には絶対に順番通りに並んでほしいので、
お出迎えがまあ大体15分から20分1ペアだと思うんですけど、この子の受付がいいからこの子じゃないなって思って並び直すとか一回外に出るとかいうのはダメですよ。ちゃんと並んで自分が応援ってか好きじゃなんか推してる子じゃなかったとしてもちゃんとそのまま進んでください。うん、並び直したことない人はいいんだけどね。この子がいいから順番ちょっと変えようとかはダメ、絶対にね。メンバーも悲しいから、それされた側の人本当に悲しいからね。そう、例えば私ともう一人のメンバーがいてこっちの方に行きたいけど混んでるから私の方に来ないとかはダメ。ちゃんと並んで順番通りに入ってください。じゃんけんで決めてます。じゃんけん、まあ最近は希望制かな、何番目がいいよって可愛いし、なぎちゃん、え、なぎちゃんマジ可愛くない？なぎちゃんマジ可愛い、なぎちゃんとか言って、うん、気持ちは私たちもね分かっているんだけれどもね、当日券って方がの、ん？そんなことないよ、両方。たまにスタッフさんが一人しかいらっしゃらない時があって、あれちょっと刀剣だと待ってもらうことになる時もあるんです。後ろ並んでるのにめっちゃ粘る。そうなんだよね、見てるこっちもさちょっと苦しいんだよな。うん、狙うのはなしでっていうことでお願いしています。気持ちはねとてもわかるんですけど、そうほどほど。まあさあれだよね、毎回さ推しメンじゃつまんないよたまに、なんだろう、そう運でいくから推しメンだった時により嬉しいじゃない。うわ今日勘できたのに推しだったわとか言ってでしょなんか違う子と話してみたらなんかその子も気になってきたなって思うかもしれないし、なんかチャンスですよ、チャンスだよ。そう毎回同じじゃね、見送りもありますから。そうだよ、絶対に会えるんだから、お見送りに参加していただければ。ちょっと短いけどね、3秒ぐらいしか話せないけど、押して決めたからぶれない、ぶれなくてもこの子も可愛いなって思ったりするかもしれないじゃんそう違うこと話してみたらさなんか変わるかもしれない。そう見送りうちは見せてくれ、わーって私のさ春コンサートのうちは見せてくださったりして、名簿じゃね、私たちもさ言ってるんだよねそれ。けどまあ基本はあんな感じだと思います
私たちも名簿順ちょっと最近変えたいねって話してたんだけど、まあなんだろう、継続らしいですどうしても一番先輩メンバーさんとなんか近い場所にいるとさ、先輩メンバーさん推しの方に挨拶がうまくできなかったりとか しちゃうので、一番メリーとかはそういう役を担っちゃうので難しいですよね結構、うん、私は全然なんかまあいつも真ん中ぐらいなんで何も困ったことはないんですけど、シアターくじが届いた。3月ってなんだ、猫か、いや違うか、春服、なんだったっけ、一番猫を描いた覚えがあるんです、黒猫猫は4月、え、あ、そういうこと、私3月の描いてないってことか、んあれ分かんなくなっちゃった。黒猫の印象が一番あります、ずっとそればっかり描いてた感じ。しかも春服はすぐ終わった、今は制服のやつです。私が出なかったですか、あーあれでしょ、私の前の方、あ、じゃあ前の方が私の特集を引いた時もあったんだっけ、4月は公演が少ない、ああれ卒業コンサートとかがあったりしてそう、制服あれ全然ブサイクどうしようって感じメッセージとかサインを書くときにめちゃめちゃ見なきゃいけないから、自分の顔をちょっと嫌なんだよねブスだからあれ本当に嫌なんだよね。声から出て、あーね、なんかさ、もう本当に公演中一生懸命コールをしてくれたんだろうなっていう方がたまにいらっしゃる。めちゃめちゃカスカスになっちゃった声でさ、楽しかったーってあ、そんなに声を枯らしてありがとうございますって思ってます、毎日。そう、なんかやっぱさ、距離がちょっとだけ空いてて、しかもあのマスク必須じゃないですか、ロビーの中からは。だからちょっとでもう一回聞き直しちゃうことがあるんですけど、そう、ただ楽しかったよって言ってくださった方にも、あえもう一回とか言って聞いちゃうことがある、すいません耳が悪いみたいかもしれない。聞こえないけどありがとうとかさ、会話が噛み合わなかったりさしちゃうから、だからもう一回聞いちゃいます。そう、見送りの時になるとさ、もう辛いよね、だってさ毎曲さ声を大変だよね普通に。そうそう、目の前をさ通るさあれの時間的にさ、
さ、2、3秒じゃん、ほんとありがとうございましたまたねぐらいのさやつだから、あの本当に喋れる時間がないんですけど、やっぱりもう推しが決まってる方はさ、全員に話しかけるわけじゃなくてさ、他のメンバーはこう手を振るだけで推し面に話しかけるみたいな、だから推し面の前の子ぐらいの角度から待機してる方もいらっしゃるよね言いたいことわかる？もうこの子とこの子とこの子だって決めて、その他のメンバーはこう、あ、こうやってちゃんとありがとうございましたに対するこうこうお手振りをしてくださって、おしめき来ただったったんって話しかけるみたいなことだから、それをももちゃんとかが隣にいるともうそれの対象なので私ありがとう言えない方もたまにいらっしゃいます。まあ別にいいのかなと思いつつももちゃん、あのおしゃべり会、ロングおしゃべり会の感じなんで、たまに広かぐらいまで行ってもこう話してたりしそう、メンバーごとにさなんか個性出るよね。そう、3人分ぐらい飛ばしてもずっとこう喋ってるみたいな私ちょっと目で追っちゃうもん、わまだ話してる楽しそう、ももちゃんのファンの方いつもニッコニコで満足げに帰っていくからそう、めちゃめちゃね充実、お見送り充実しながら帰ってるおお、話してる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 そう、ももかいつもあの名簿順だと隣になりますね。あー、レインボースターありがとうございます感覚すごい。え、みんな、え、先輩方も同じような感じじゃないの？違う？やっぱ来てみてさ、でもそういうあれをしちゃうとさ、あのももちゃんファンが続いちゃった時にさどうしようってなっちゃうよね。若干感覚近い。あ、そうか、ももちゃんファンが例えば2人3人連続で 連番してたらさ、もう2人目以降は喋れんよあ、うんとね、4期の中で前かがみ、いつもしゃがんで対応してるなっていうのはももかとひろかとメリー、メリーだね、遠いから見たことないんだよ。で、私の隣は基本的にこう、もう直角みたいな最敬礼レベルのあの深さでやってるので、私基本的に結構この立ちスタイルなんですよ。結構ここが緩くて見えちゃったらあれかなと思うんですけど、思うのでちょっと引き気味で、あのありがとうございますの一例くらいなんですよ。いや、もう奥村佐藤がもう本当にガンってもう頭頭皮見えるんじゃないかぐらいの深さでやるのであ、私もうちょっとかがんでおこうかなって思ったりしちゃうジュナあ、ジュナわかんないな。そう、ももちゃんステージがおっとっとっと落ちそうですよねあれはあのコマはあれ
コマはね、来てくれた方の服装をよーく見て褒めるって感じ。あ、今日のその服かわいいねとか、コマもそのタオル持ってるよとか、あと女の子のファンの方とかにはヘアアレンジ褒めたりして、ね、今日のその髪型めっちゃかわいいよとか言って見た目を褒めます。コマはコマとお揃いとか言ったりするになるメンバーとか、なんかお見送りの素質、なんかこれかお見送りの個性をめちゃめちゃ分かる。ひろかは自分の、あ、ひろかの内輪を見せてくれる方とか、あ、私だっていう地獄らをこの間持ってきて方がいらっしゃったのかな、確かひろかが乗ってる新潟市バージョンのやつ、あ、私だっていうそう、私ですよねっていうわざわざ奈良のバージョン見せることないからね。そう、私だっていう言ってたな、この間。ももちゃんは大好き、ももちゃんのファンは大好きって言ってもらいますよ、ももちゃんにあとよくハートを片手でこうしてくれるから、ファンの方がこうやってハートを作ったりするたまにね、ももちゃんが差し出してるハートに気づかずに通り過ぎちゃう方もいらっしゃるんだけど、まあ大抵はね気づいてこうやってくれたり、だからももちゃんが、ももちゃんに応援してますって言ったら、え、ありがとう、大好きって多分言ってくれるからハート作ってあげてくださいって感じかな。私もハート、ん、ハート、え、あの作ってくださる、私から作りに行くことがあんまりないかもしれないなんかスルーされたら嫌だなと思って、こう差し出しながら、来てくださる方には作ってる。自分から差し出すことがあんまりないスルーされたら怖いから、作ってるのに、あー、行っちゃったみたいなの嫌じゃんだから基本は自分からはやりません皆さんお願いいたしますハート差し出す、もちろんしていただいたら私だってこう返しますよ。お待ちしておりましたお腹鳴った、お腹鳴った、聞こえてないふりしてください。そう、私がさ差し出したのにさ、結構気づかなかった方がもう過去に5人ぐらいいらっしゃって、あ、気づかないで言っちゃったって、もう悲しいので。あ、そう、私がこうやったけど、やっぱ緊張してるのか、こうやって返されたこともあったりしたし、だから自分から言うのちょっと怖いので他力本願でやらせてもらってます。緊張、いや、なんかさ、あれだよね、なんだっけ、あ、顔認証、あの4期生がやってる時に本当に、あ、もう慣れてる方は
もうお話しする余裕も出てくるっていうか、あのアナちゃん何回目だねとか言ってくださったり、あと今日の選択楽しみにしてるねって言ってくださったりするんですよ、慣れてる方は。もう私が何回も何回も顔認証して、まあ4回目くらいとかになるともう普通にね、まあ、ピースとかしてくれたりする方もいるんですけど、なんかあこの方めちゃめちゃ緊張してるって思いながらやる時もある。なんか口がもうあ緊張してるこっちまで緊張しちゃう。そう、私が人見知りなのもあって緊張してる方が来ちゃうとありがとうございます、なんか私も緊張しちゃうんだよねそう、なんかこういう時さ、ももちゃんとかコマだとさ気の利いたお話できるんだろうけどさ、私はちょっとガチガチの人見知りなので全然お話できないのですが、愛想を尽かさず話しかけてくださいレイナさんの T シャツを着てらっしゃる方に、レイナさん推しなんですかとかいう、なんか分かりきったことを質問するのもめんどくさいかなと思ったりするし、今日は前座で何色を振るんですかとか聞いて、オレンジ黄色ですって言われたらどうしようって思っちゃうしあ、今日はなんだろう、ピンク白振ってくれますかの時にそういう風に返されたこともあるので、あのちょっとトラウマでそう、あのなんかね、今日誰を振ろうかなって思ってるから、受付してくれたアンナちゃんの振るねって言ってくださったらもう私は来た来たと思って話しかけられるけど、今日前座メンバー誰振りますかって言ったら、今日コバちゃん狙ってたんだよねって言われちゃって、あっごめんなさいコバ一個前だったとか思うこともあります。なぎちゃんに聞かれた、え、ね、やっぱさ話すことがないなって思ったら何振るんですかっていう風に聞いちゃいます、4期生あと久しぶりに会うなって方、うん、最近劇場でお会いすることがなかったなって方は、お久しぶりとか、久しぶりだから楽しんでねとか言ってくださる、言ってくださる、言うこともあります。何か話題があればいいのですが、人見知りゆえ何振るか聞かれたい、え、もう決まってるでしょ決まってるんでしょ、青青でしょなんか分かっ、もうこの方はなんとか誰々の推しだなって分かってる方にわざわざ聞けないしお見送りじゃない、お出迎えも、あ一個前がなんとかだったから、わちょっと遅れてきちゃったのかなって思ったりもするし、誰推し認知、え、DD DD です。たかしがこの間全部のファンマークを書いてました、うちわにえ、それ書くのって言ったりしたけど、うん、いっぱい書いてって言われたからって言って一生懸命書いてました。あの子けなげ、うん、あの子本当にいい子だよ
かし本当にいい子だよ。なんか中学3年生だなって感じする。たかし本当にいい子だよ。いつも名前抜けてあるよ。こちらこそ、ここにさ私の漏れた写真をさつけてくれてるからありがとうって思って、はい、たかし本当にいい子、本当にいい子だよ。あの子本当にいい子だよいい子だよ、マジで。なんか純粋、一緒にいるとさ心が綺麗になる気がしますいつ顔通しがバレた。え、あれでしょ、ひろかが出ないなーの投稿と私の特徴が出たやつと、この間お見送りでひろかがなんとかさーんって呼んでたやつと、もういろいろありますよもうね、隣らへんにいる、例えばじゃあコマとか、ももか、ひろか、あおちゃんとかはもう大体いつもこの来てくださってる方々、あ、なんとかちゃんのファンだな、わかりますさすがにね、何回も通ってきてくださる方がいっぱいなので、あ、なんとかちゃんのファンっていうのは大体は頭に入ってると思います。でもみんなそう。あー、フォローありがとうございます。また見に来てね。うん、通ってたら把握してる。ワイは誰らしい、マジでわかんないマジでわかんない、本当に。通わなくてごめん。なんでそういうこと言うの。あ、やっぱ足しびれて、あ、県外の方もさいらっしゃってさ、ほんとお仕事とか、あと来るまでの時間とかお金もさ、すっごく大変だろうなって思うのに、県外の方も来てくれてありがとうございます。どの先輩のファンかも、大体はね。だっていつもさ生誕 T を着てる方がいっぱいだから。あ、このあー、ありがとうございます、クマさんがいっぱい、ありがとうございます。そう、あ、みゆみゆさん、あ、ゆうはさん、あ、おねえとか言ってすいません、こんにちは。いて、いて、そっちの方が先だし。わかるわかる、わかるもんなんだね、ななみさん、なな。わかるわかる。え、セタンティマジでちょっと本当にどうしよう、どうしよう。本当にどうしよう、私本当にそういうデザイン系苦手で。本当に苦手。なんかセンスもないし画力もないし、どうしようと思って本当無地にアンナとかでもいいんですよ私は私が着る T シャツじゃないし、皆さんが買って着てくださるわけじゃないですか、公園に来る際とかに。そうだから、わざわざ可愛い、なんだろう、可愛い、なんだ、デザインにしてもな、着にくいかなとかいろいろ思ってますちょっとそのままかね、誕生日ぐらいまでに、はい、ちょっと考えておきます。本当に期待しないでほしいな私が普段これその生誕 T を着てステージに立つとかでもないので、だからなんかね、デザインのどっちに振り幅
どっちに舵を切ろうか迷ってます。うん、いやー私本当に提出期限ギリギリとかになって焦り始めるタイプの人間なので、はいちょっとどうしよう。白が貴重になると思います。多分わかんない、わかんないかも、わかんないかもまあ期待しないで待っててください。あ、切れそうだなって思ったら買って来てきてくださって。そう、普段着できるぐらいがいいよね。今年のお姉のやつとかさ、私絶対着たくないもんねこれ言ったら KMT 怒っちゃう。いや、お姉に相談したら本当まずいって。お姉に相談したらまずい、まずいやつできちゃう。だってあれさ、自分が KMT じゃないって思って見たらさ、ちょっとじゃない。今年の、あ、去年のはまだいいけど、まだいいって言っとく。今年のデザインが書いてる時もう、え、それ本当にそれでやるの？とか言ったもんね、私え、それ本当にそれで提出するの？って、え、うん、とか言って書いてましたけど。 KMT 頑張ってね。あ、楽しみだよ、みんなあれ着てくるの。まあ姉妹ともどもセンスはないです。らしくていい、確かにらしいかも本当に止めましたよ私は。あれはやめた方がいいんじゃないのかって。いや、いいんだよ、言うのはこういう、こういうのでいいんだよとか言って、はい、あんなカニのね、22匹のカニをあしらったTシャツになりました。みんな着てきてね、楽しみだよ私。インパクトはあるからね楽しみ。そう、何も考えてない22匹なんだろうなと思ってすぐ分かる、もうこのお見送りに並んでるその辺にいても分かる、分かるじゃんあれでバンで歩けるよ。本当に？本当かい？私はその辺を散歩するだけでも嫌だけどね。ははあ、一応先輩だった。そういうのやめとこう。みんな、ぜひ、ぜひ、キモテユナの生誕って来てきてね。あの生誕ティー来て新幹線乗ってみたい。え、マジで楽しみ。そうや、私も見てたいもん横で楽しみです。皆さんが22匹のカニの T シャツを着てきてくれる方が。新潟駅でも無理やで。無理とか言われてるし、ちゃんと無理とか言われてるかわいそう。うん、あ、うん、去年のならねまだギリ、うん、うん、まあ強い心臓があればいけます。KMT の立場、 KMT は悪くないよ。だってしょうがないじゃん、売られたものがあのデザインだったら買うしかないんだ。KMT は悪くないわー。いっぱいお手紙ありがとうございます。そう、お手紙が届いたのをさ、ちゃんとカンカンに入れておりますので、楽しみに してます。まあとか言って私もちゃんと
しっかりしたみんなが恥ずかしくならないようなデザインを、なんだろう、考える自信はないですが字読めたかな。え、それはどういった意味で？あ、そう、あ、え、漢字とかの学力的なあれではなく、あ、字が綺麗かみたいなこと。え、ちゃんと皆さんの手紙をじっくり、もうじっくり読みました。みんないっぱいありがとう、嬉しかったです。うん、8月とかめっちゃ渋滞しそう。4期生結構いたよね、8月誕生日楽しみです。凪の生誕って言っとくか、めっちゃ楽しみやったし、個人的にだけど絵うまいから、マジ凪絵うまいんですよ本当に。だからめちゃめちゃ楽しみ、凪の生誕って。コマも8月じゃなかったっけ、違う、ごめん忘れちゃった、コマ、ごめん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 。凪先生めちゃめちゃ楽しみ、イエーイフ8月多いよね。あ、コマもそうだよね、凪って感じがでかい。まあ、一文字だからそれもそれ、それもいいかも。日向さんとかを描いたイラストも楽屋に貼られたりしてて、めちゃめちゃうまいです。皆さんお楽しみに、乞うご期待、勝手にハードル上げるけど私マリアさんと同じ誕生日なんですけど、なんかみんなマリアさんのは覚えてるけど、マリアさんの誕生日っていう記憶しかないから、私の誕生日だってことも忘れちゃうんじゃないですか昨日じゃないわ、結構前にお姉と散歩しながら話してたんですけど、マリアさんの誕生日っていう、もともと去年までだったじゃないですか、10月16日って。そんないきなりさ、私も入ってきちゃったらさ、覚えられないじゃんだから一応私も同じ誕生日ですよっていうことをお願いします、ちゃんと。いい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 そう、同じ誕生日です。誕生日の日会えるのかな、じゃ恥ずかしいですよね、あんな綺麗なお方と同じ誕生日、なんかすいませんって感じ、同じ日に生まれちゃって、あ、同じ日ではないけど、えとも、はい、イノシシで、個人的に私はウサギとか羊とか可愛い絵とか良かったんですけど、マリナさんと一緒なら何でもいい、何でも最高っつってイノシシもいいですよねって思ってきた最近。マリナさんと一緒のだけで最高です。そう、この間のツーショットメールに載せましたが、あの猫耳マリナさんと撮らせていただきました。かわいい、なんかマジで1期生さん、ごめん、はい、あのこの土日に1期生さん全員と撮らせていただきました、イエーイ、みんな羨ましい
しい。うん、羨ましいよね。同じ写真来た。嘘、本当に？え、私との写真載せてくれたってこと？本当？本当に？やった。ね、あのレーナさんの生誕祭の後写真の撮影会があって、もう100枚ぐらい撮って可愛い可愛い、パシャ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 、もう100枚ぐらい撮ったんですよ。お恥ずかしい、もう熱くてスマホがもう、あれ北海道かなっていう熱さ、もう一気にどの瞬間もガチで、私マジで連写ぐらい本当にパシャ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 、もう一生撮ってたのに半目とか事故ってる瞬間がなくて、え、どうしよう、可愛すぎてと思って、あ、ちゃんと待ち受け作りました。可愛いでしょ、花束抱えてるレイナさんで花冠してるやつ、お、あ、今、はい、待ち受けにしてます。スマホなんか壊れたかなって思うくらい熱かったですけど、レイナさんが可愛かったのでいっぱい撮っちゃいました。本当に一緒に出ると幸せ、よかった、全座メンバー出ると思って。スマホ持てれた、おもろ、それおもろ。特権裏山ね、羨ましいよね。どの循環も可愛い、なんかお口が特にさ可愛くない、お口、お口が、え、そうそうでしょ、夏希さんのは出れないけどね。まあ、来年かな、来年はあの生誕祭のあのメンバーとして前座ではなく出させていただくゆえ、はい、来年に行きたいかなって思います。まあ当日行ったメンバーとかに写真お願いしよっかなって思ったりして、愛の夢中気は高めついて、え、ま、私のやつやめてよ、やだやだ、そう、来年は一緒に出させ、うん、出させていただこうかなって思ってます。見に行っちゃえば、え、ありかもね、その日家族の予定とかがなければ行っちゃおうかな、でも行っちゃおうかなとか言ったらさ、みんな探しちゃうからやめとこう。いやツインテールね、もうしないかな、もうしよっかな、もし、もしよっかな、じゃ、もうしないかな、ちょっと飽きちゃった、もうしないです、高めツインターはもうしない、刀剣ちゃ、え、私もちゃんと立ち見とかにいなきゃいけない、お見送りも参加したいしね、私お見送り参加したいわ。アンナちゃんのこれからあるであろう生誕祭って、お、え、もしかして私も気になってくれてる感じですか、そう、私がアンコール発動の人やろうかな、アンコールくつー、あー言うて、はい。え、でもあれわかんないんだね、なんとかやだやだやだのやつ、ファイバーなんとか、ファイバーなんとかとか
なんだ、バイバイ、じゃあじゃあのやつ、わかんないですよね。覚えたいなって思ってるんですけど、ミックスっていうな。へえ。そう、私それがわかんなくて、全然順番が。え、みんなすごっ。ミックスか、ミックスね。ミックスだとか言って。そう、それをね、最近覚えたいなって思ったら、あの、誰だったかな、たかしかな、覚えなくていいでしょとか言ってきて覚えたいのって、コバかな、忘れたわ、どっちだったかな、多分どそのどっちかですいや覚えたいの、あー、何時を読みたいと思います覚えてない方もいらっしゃるのかね。はい、読みます。13位かんくろさん、ありがとうございます。12位まさふみさん、ありがとうございます。11位スマイルさん、ありがとうございます。10位まゆちゃん、ありがとうございます。9位のあぱぱさん、ありがとうございます。8位亀仙人さん、ありがとうございます。7位プラハさん、ありがとうございます。6位マサさん、ありがとうございます。5位陽平さん、ありがとうございます。4位松葉さん、ありがとうございます。3位のりさんありがとうございます。2位日焼けさん、ありがとうございます。1位ぐっちさん、ありがとうございます。はい、まだ全然ありますけれどありがとうございます。皆さん、お久しぶり配信に来てくださってありがとうございました。またその今週末のいろいろそのこれこれそのが落ち着いたらやりたいと思いますのでえ、まだ行かないでよ、あと2分あるよ。で、そのファイバーのライバーというか、ジャ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 のやつを、そっちをギリ覚えたとして、あの、日本語バージョンあるじゃないですか、人造セイみたいな、そう日本語バージョンが分かんない、なんで覚えたい、え、私も劇場でコールしたいです。え、そう、あれ日本語バージョンもさ、みんな覚えてんの、アイヌ語、アイヌ語ちょっと本当に無理だ、本当に無理だ、え、覚えてる、みんなアイヌ語の方だよ、そう、あー、よっしゃ行くぞーはね、言える、全部わかる、ほんま、あ、わかんなくないあ、わかる人いるんだ、えすごい。じゃあ私も精進して、はい、劇場でアンコール発動の人になれるように、はい、覚えておきたいと思います。それでは、おやすみなさいませみんなまたね、ありがとうございました。じゃあね、おやすみ。